必ず生存する美容室を作る美容室専門税理士の中島です。今日のサロン開業アカデミーのテーマはこちらです。コロナ融資、一括返済はしない方がいいについてお話をさせていただきます。最近ですね、コロナ融資を借りた方からそろそろ一括返済した方がいいですかというご相談をいただくことが増えてきました。ちょうど令和2年ですね、2年前の春ぐらいからコロナ融資っていうのがスタートしてたんですが、その時に大変な状況になったのでコロナ融資という制度が始まって、積極的に私もお客様にお金を借りてくださいっていうお話をしていきました。で、そこでお金を借りた方が、大変な時期を乗り切って資金的にも少し余裕が出てきたので、そろそろこのお金返した方がいいですかっていうふうに考える方が増えてきたということが、最近起きています。そこでですね、じゃあどうしたらっていうことで、お答えさせていただくのが、まだやめといてくださいと、まだ持っといてくださいっていうのが今日の結論なんですけれども、その内容について、お話をさせていただきたいと思います。では早速内容の方に入っていきますが、コロナ融資借りたんだけど使わないし利息がもったいないからそろそろ返そうかなというふうに思い始める方が多いですよね。お金ってあるに越したことはないんですけれども、それでも持っているだけで、返さなきゃいけないのは返さなきゃいけないんですけど、持っているだけでも当然利息はかかるよね。だからこれがもったいないよねっていうふうに考えるのも当然じゃ当然なんですけれども、じゃあどうしたらいいかというお話です。いや、そもそもここでですね、ちょっとコロナ融資というものを復習していきたいんですけれども、コロナ融資、どんな制度だったのかというと、コロナの影響を受けて一時的に業績悪化をした方を対象とした融資制度でした。で、これは令和2年から制度が開始して、一番最初は公庫さんからスタートして、その後民間銀行でもコロナ融資が始まっていきました。で、これまで累計で15兆円ほど融資が実行されていると。15兆円ですよ。15兆円、国からコロナ融資として民間に流れていると。企業に流れているという大変な、ことが起きているわけなんですが、このコロナ融資制度、実は民間銀行ではすでに終了しています。で、日本政策金融公庫は今も継続していて、これは政治が決めることなんですが、来年令和5年の3月もしくは6月まで延長されるということが今のところの見通しになっていると。公庫さんではコロナ融資はまだあるよということを知っておいてください。で、コロナ融資の特徴は大きく2つあります。その1つ目はですね、まずは金利が低い低金利というものです。今の制度でいくと、6000万円までは融資後3年目まで低金利だということです。基準金利の 0.9% を引きますよって、これどういうことかというと、一定の金利が決まってて、最初の3年間はその金利から 0.9% 引くよということになってます。2022年の12月の時点で、5年返済の融資だとどうなるかというと、3年以内は 0.23% で融資が受けられて、4年目以降は 1.13% で融資が受けられるというような状態になっている。最初の3年間の金利がぐっと低くなるのがコロナ融資の特徴だということになります。で、特徴の2つ目ですね。実質無利子と言われているものです。コロナ融資の一番の特徴がこれですよね。実質無利子ということで、この実質無利子ということです。無利子ではなくて実質的に無利子なんだというのがこれ大きなポイントなんですけれども、どういう制度かというと、借り入れしてから当初の3年間の利子相当額を補助してくれますよという制度になっています。これは特別利子補給制度というもので、これはですね、お金を借りてから半年とかそれぐらい、1年以内にはですね、なんかお金が入ってきてると思います。あれがそうです。利子補給って書かれているものですね。あれは何だろうということなんですけども、当初の3年間分の利子っていうのはまだ払ってない部分も含めてなんですけどね、借りてから半年ぐらい経ってからお金もらうんですけども、そのもらったお金って何かというと、借りてから向こう3年間で利息を払っていくわけです。利息を払っていくわけで、払っていくんだけど、それを最初にもらってしまうというのが利子補給制度でもらっているお金になります。だからすでにお金をもらってるんだということをちょっと認識をしておいてください。で、この実質無利子になるというこの利子補給制度、これは実はもう9月30日で終了しています。コロナ融資、公庫のコロナ融資は継続しているんですが、実質無利子になる融資制度は終了しているんだということをぜひ知っておいてください。これは結構重要なポイントになってきます。じゃあ、ここで、コロナ融資は分かったと。じゃあ、私が借りているこのコロナ融資、一括返済していいですかということなんですけれども、3年以内に一括返済するのか、
3年以降に一括返済するのかで大きく取り扱いが変わるので注意が必要です。3年以内に一括返済すると何が起きるかというと、先ほど言った通りもうお金もらっちゃってるんですよね。3年分の利息相当額を利子補給という形で私お金もらっちゃっています。ということはお金返すと、コロナ融資を返すと、まだ経過していない分の利息相当額、これもらいすぎになっちゃうんですよね。だから返さなきゃいけないと、そのもらいすぎの利息相当額を返さなきゃいけないということが結構、忘れられがちなんですね。もらっちゃったからもういいでしょっていうことではなくて、未経過分の利息相当額の返還が求められます。これはですね、銀行さんからではなくて、中小企業基盤整備機構というところから後から請求が来るということになっています。返還請求がされるということがポイントですよね。で、じゃあ3年間経過後に一括返済するとどうなるかというと、まあ先に受け取っている給付金の返還はこれ求められないわけですね。まあ当然っちゃ当然なんですけど、最初の3年間の利息相当額を給付しますよということでもらってて、3年経過後に発生する利息に関しては別に補助されているわけじゃないから、3年経過後に払って、まあ、返済しようがしまいが、これは別にすでに払ったものの返還請求がされるわけではないということ。だから結論は、一括返済するんだったら3年経過後に返還請求、一括返済をぜひしてくださいねということになります。じゃあここで少し話が変わるんですが、借り換えをするとどうなるかということです。毎月の返済がだんだん厳しくて、まあ、さっきと条件違いますよね。資金的に余裕があるから一括返済しようかっていう話と、まあ、今度は毎月の支払いが、コロナ融資の返済が始まって、支払いも大変だって言った時に、じゃあどうしましょうっていう話の、なりますので、ちょっと話がガラッと変わっちゃうんですけど、借り換えをするとどうなるかということです。毎月の返済が厳しくなって、返済額を減らすために、じゃあ銀行と相談しながら、じゃあ借り換えという制度を使ったらどうですかというふうに言われた場合ですね。借り換えというのは、古い融資、昔の借り入れがあって、で毎月10万返していたとすると、この10万がきついから、じゃあもう一回ここで、例えば1000万借りてて、今700万ぐらいまで減っていた、じゃあもう一回1000万借りると、そうするとまた返済期間が伸びることによって、毎月の返済額、まあ700万まで減ってたら、もうじゃあそこで700万借りるとかね、そうすると返済年数が伸びたりしますよね。もしくは据え置き期間を取ることができる。そうすると毎月の返済額を減らすという選択肢を取ることができます。これを借り換えと言います。じゃあこの借り換えをするとどうなるかというと、借り換えというのは昔の融資から新しい借り入れをして、そいつを返してしまうことになるわけだから、実は一括返済と同じなんですね。なので一括返済したこととして、3年以内の借り換えは先ほどと一緒で未経過分の利息相当額の返還が求められるということが実は起こってしまうんです。なので借り換えは利息相当額の返還が求められるよということをぜひ知っておいてください。じゃあ、条件変更はどうかと。まあ条件変更というのは、毎月の返済を10万返した。ちょっと返済が難しいから借り換えとかではなくて、毎月5万になんとか変えられませんかっていうような交渉をすることなんですが、これ簡単に言ってますけども、基本的に条件変更はできないと思ってください。ただ仕方ないから、もうそれしかないから条件変更っていうようなことで、条件変更という選択をしていただく必要があります。簡単にできるものではないということをぜひ知っておいてください。融資であることには変わりはないので、そのもともと約束していたことの変更をするというのは大きな信頼を損ないますからね、ぜひ注意をしていただきたいんですが、まあ、コロナ融資の条件変更を仮にするとした場合、これはコロナ融資そのものであることには変わりはないから、3年以内に条件変更したとしても利息相当額は返還は求められないということになっています。ただし条件変更というのはやっぱり会社として事業としての信頼を金融機関から大きく失いますので、できるだけその選択はすべきではないということを知っておいてください。まあ、ということで、まあ、今日の結論なんですけれども、3年経過後に一括返済をしてください。もしくは、ぜひ借り換えをしてくださいと。まあ、新規の融資も結構正直言うと厳しくなってきているというのは肌感覚であります。なので、まあ、一括返済するっていう選択肢ももちろんありなんですけれども、今の状況においては、せっかく借りたお金です。今から借りることもなかなか正直難しいかもしれない。まあ一括返済できるような状態だったら多分きっと貸してくれるんですけれども、それでも今こういう状況ですので何があるかわかりません。なので、手元に置いておくっていうことも重要な選択肢の一つだというふうに考えていただくといいんじゃないかなと思います。ということで、今日のテーマですね、コロナ融資一括返済はしない方がいいについてお話をさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。